昔忍びの礎を築きし一世の言うあり、二人でお父さん起こしてきてくれる？はーい、朝ごはんだよ。起きて起きろベーバな。じゃあ私は羽織取ってくるね。あれ、まだできてねえのか。わしの長年の責任じゃ。そういや、加賀先生の時間に合ってなかったような。だから子供たちと一緒に先に行っててくれる？わかった、早く食べろよ。ありがとうございます。うん、これなら間に合いそう。お待たせしました。日向か。ナルトはまだなの？これお願いします。はい、私見てきます。二人とも行くぞ。やだ、持ってくの。ダメだ。何やってんだ、父ちゃんの大事な日なんだぞ。もう行かねえと間に合わなくなっちまうんだけどよ。悪い。母ちゃんと同じ目。白眼、どういうことだってばよ。来たそろろ。ちょっとあれだ、あんたになら一個あげてもいいけど。大丈夫、ありがとう。兄弟喧嘩はその辺に。天結束。私も火影なんてどうでもいいんだけど。ナルトのやつ何してるの。これより七代目火影に就任する男、渦巻ナルト。ナルト、大変なのはこれからだ。だがきっとお前ならどうにか変化の術でごまかしきるぜ。これじゃあ今日一日はもう。でも誰が今張り切れたらこんなにやべえって知らなかったってばさ。わかんないよ。何？